エウーゴ、ティターンズ、アクシズが三つどもえの戦いを繰り広げたグリプス戦役。その最終決戦でシャア・アズナブルは消息不明となった。この戦いで漁夫の利を得たアクシズはネオジオンを称し地球圏へ侵攻。後に第一次ネオジオン構想と呼ばれる激しい争いが繰り広げられた。それから4年、姿を隠していたシャアはスペースノイドの独立を訴えたジオン大君の意地として決起し、ネオジオンを再興した。戦争難民用コロニースイートウォーターを拠点としたシャアは地球連邦政府に宣戦を布告。小惑星フィフスルナを地球へ落とす作戦を実行に移す。シャアの暴挙を防ぐべく応戦する地球連邦軍のロンドベル部隊。そこには司令ブライト・ノアとシャアの宿命のライバル。隕石の後先。シャアは俺たちと一緒にツターンズと戦ったが、あれで地球に残っている連中の実態が分かって本当に嫌気がさしたんだぜ。そりゃ分かってる。それで全ての決着をつける気になったんだよ。シャアの好きにさせるわけにはいかない。出るぞ。一方シャアはすでに作戦の目的を果たし撤退の準備を進めていた。大佐、ギュネイガスの空域が膠着状態です。援護の必要を認めますが。フィフスルナの投入は終わったのだ。総員引き上げのサインを出せ。出しましたが、モビルスーツを交代させるためにはミノフスキー粒子を散布して電波撹乱をすることができません。その分ギュネイが危険か。よし、ギュネイの役と動画を援護回収する。このフィフスを地球に落ちるのを阻止できなかったとは。シャーメン、この間にこんな軍備を。防衛線を立て直す。前機集合しろ。はい。遅かったのだよ、アムロ。フィフスルナは地球に落ちる。落ちろ。なんでこんなものを地球に落とす。これでは地球が寒くなって人が住めなくなる。地球に住む者は自分たちのことしか考えていない。だから抹殺すると宣言した。人に罰を与えるなどと。
リフスの移動を止めないと。はい、アズナブルが粛清しようというのか。アムロ、使わせてもらう。援護だよ、それは。ブライト、援護頼む。任せろ、アムロ。アダム、地球が持たん時が来ているのだ。なぜ動かない。こんなバカな。ユネ、帰還するぞ。一人で行けますから。無理だ。外から見ると分かる。よくフェフスルナを守ってくれた。ケラ、とっておきの。あっ、待て。止めなくてはな。あそこがアクシス。はい、大佐がいる。クリスは大佐には渡すもんか。みんなであたしをいじめんだ。アクシズを止めろ。動けるのは俺たちだけだ、ブライト。ああ、テウスナ向こうへ回り込んでミサイルを撃つ。援護を頼むぞ。人間、艦隊の足を止められなけりゃ。そう、なんだ、被弾だと。方向を割り出せ。狙撃か。ならアクシズからか。だいぶ調子良さそうじゃないか。
やっちゃって。到着と同時に攻撃開始。敵モビルスーツの接近に注意せよ。任せろ、アムロ。助かった。この後も守備よく頼むぞ。よし、ミサイルを撃て。敵の核ミサイル群を阻止してくれた。あれが強化人間の仕事だ。あの飛行機、一機で艦隊を潰す魂胆か。何？アイケーラ？何なの？死んでんじゃないの？ケーラ待て、一人では危険だ。それ以上動くな。抵抗すればこのモビルスーツのパイロットを殺すぞ。ケーラ、ガンダムを放棄すればこのパイロットを返してやる。私も構わずに。やめろ、パネルを外す。ふざけるな。放熱板が何だってんだ。アムロは殺せ。アムロ、このギュネーガスの警告を無視したか。
気持ちが悪い。この子は戦場の全ての動きを感知している。敏感すぎた。ストレートに防御に働いて、僕のファンネルのコントロールも悪いが、シャアがいるからだ。奴を仕留めなければ死にきれるもんじゃない。そんな不吉なこと言わないで。覚悟を言ったまでだよ。